皆さんこんにちは、ホッシーです。今日もヒョバイルやっていきましょう。ついにね、本日更新があって TOTY のファイナルが来ました。いやね、本当にね、やばい、めっちゃ強い。このチャプターでね、追加されたんですけど、はい、こんな感じですね。ムバッペ、レバ、メッシ、デブライネ、カンテ、ジョルジーニョ、カンセロ、ルーベン、マルキーニョス、ハキミ、ドンナルンマと、あらかじめ選手に関しては告知があったんですけど、なんかもうね、圧倒されてしまう。で、昨日ね、生放送で12人目の選手もアーノルド選手ということで、結構サイドバックが多いですね、今回。3人もいるのか。ロナウドとかが来ると思ったけど、まさかのアーノルドと。で、一応ね、軽く能力とか見ていくんですけど、メッシがね、このスキルブースト変わって、けどね、この個人技がね、ルーレットになったりとか、結構ね、変更点があったりして、あとムバッペもね、スキルブースト決定力になったりとか、カンテがね、冷静沈着になったり、ハキミがね、ホールディングとか、結構変わってます。カンセロもね、ホールディングになってるんですよ。冷静沈着から。だから113から弱くなってるっていう人もね、いました。ツイッターで見ると。確かにね、そう思ってもね、おかしくないかなと思います。能力はね、結構違うんですけど、やっぱスキルブーストって大事だと思うので、結構ね、変わるかなと、そこで。ドンナルンマもね、ゴールキーパーダイビングになって、もうこれ多分最強ゴールキーパーでしょ。能力やばいでしょ。もう初期で200って。バケモンこれ。で、今回の動画なんですけど、ストアにね、この、パックが、4つ追加されて、まあ、ステップアップ的な感じで引いていくとどんどん解放されていくやつで、1500、2000、4500、8000とあるんですけど、これをね、ちょっと今回全部引いていこうと思います。なんで、計、6000、8000、16000フブイですね。今回16000フブイ使っていこうと思います。で、内容をね、1つずつ見ていくんですけど、まず1500フブイで買えるこちらですね。これが、TOTY の選手、1人と、111から114の進化素材ですね。が3つもらえると。これが 1500FV。で、次が、こちら。TOTY22、NY22 選手1人と。TOTY の選手か、レジェンドが当たると。これ、レジェンド何パーちなみに。1.04%。114が 4.08%。なんか引けそうな気するな、これ。なぜか。次、選手パック C。これが、113から114の TOTY 選手と、110から114の進化素材が5枚と。まあ、これに関してはね、確率はめちゃくちゃいいんですけど、ベストレベルじゃない選手も出るんで、114でいったら結構いるか。114の選手で言ったら17人いて、そのうちベストイレブンが、1、2、3、4、5、6、7、8、8人なんで、まあ、半分ぐらいはベストイレブンの選手が当たると114当てれたらね、結構これいいんじゃない ?4500FV でこれは。で、最後が、こちら。まあ、ベストイレブンと、まあ、プラス1ということで、その中から1人確定と。それが 8000FV。114が 27%。これは114ぜひ引きたい。まあ、あとはね、ウェブストアにも一応新しい商品来ていて、タイムパスが来てますね、これ。まあ、いつも通り 2000FV で買えて、どんどんと報酬もらえますよといったやつになってます。まあ、これ、ルーレットキープラス欲しい人に関しては買うのはありかなと思います。それ以外の方は別に買わなくていいかなといった感じですね。あとはまあウェブイベントの方で 2200FV がもらえるという紙ログインボーナス来ましたね、これ。まあ、これに関しても、ね、多分 FV の使用期限はあると思うんですけど、ログインするだけでね、2200FV もらえるということで、これを必ずログインしましょう。地味にコインもらえるのもでかいですね。追加された商品はね、そんな感じですね。はい、そしたら早速ね、こちらのストアの方から引いていきたいと思います。まあ、これ FV で買える商品なんで、もバンバン買っていって、引いていきます。スタート!で、まず一つ目、1500FV。これはまあ普通の TOTY パックなんで、まあまあ、演出くればラッキーぐらいでいいや。行きましょう。まず一つ目。ほい!演出来い!OKOKOK。間違って114とか出たりして、これ。イタリア?どこだ?ローマ。誰これ ?111。スピナッツォーラ選手ですね。まあまあまあ、いいでしょう。OKOK。続いて 2000FV のやつ引いていきましょう。これが TOTY の選手か、まあレジェンド選手かと。確率も、まああんま変わんないね。112ばっかだ、ほとんど。OK。行きましょう。間違ってレジェンド来い。アイコンのね、マーク来たらやばいね、これ。激アツだ。せーの。はい。1% だからね。114の 4% は引ける気するんだよ、なぜか。まあ、演出は絶対来ます、これ。さあ、どこ?アイコン。ブラジル。あるよ、これ、アイコン。ゴールキーパー。なかった。エデルソンかな?まあまあ、113なら全然いいでしょう。OK。で、113何パーよ。まあ、10% 引けるなら 4% 引けよって話だけど。まあ、いいでしょう。さあ、続いて 4500FV ですね。こちら3回限定購入可能。とりあえず1回買います、これ。114当たれ。30% でしょ。40% かなんなら、これ引けるだろう。メッシ、デブライネ、あたり狙っていきますね。デブライネが欲しい、個人的に。行くぞ。ベルギー、来い。
せーの、ドン。さあ、どこ ?114 来てね、とりあえず。とりあえず 40%。はい。お、ある ?CB、違うな。リュティガーか、これ。いやー、まあまあ、114引けたからいいでしょ。OK、OK、全然あり。このパック結構いいな、4500FV で、これは。さあ、次ですよ。これ。ベスト11。&12 人目の選手確定と。ハキミ出たらマジで発狂。なんなら114が欲しいね。27% か。怖え。いきますか。狙いは、デブライネ、メッシ、カンテでもいいな。あと、ルーベンとか、かな。うん、そこら辺で行きましょう。どんなルーマでもあり。頼むぞ。高橋 1000FV って。来い!せーの。ベルギー!どこ?誰?せーの。来い!来い!来い!うわ。最悪だ。それ引きます?そこ引きますかね?そこ引きますかね?何パーよ、だって、ハキミ。31%? これきつ。だったらさ、8000FV でこれじゃん。1万円でさ、これ買った方が良かったよね。ハキミ多分3枚出るし。うわ、これマジでショックだわ。いやー、きつい。まあね、今回、ステップアップ的なやつをスターの方で回していったんですけど、まあ、リュティガーは良かったけど、ここで引けた。ここで引けた。ハキミがきつすぎて、メンタルがやばい。結構ね、この 4500FV のやつね、引くのありだと思います。普通にね、114のだって 40% でしょ。なんならこっちでね、ハキミ引くより、8000FV で。こっちでね、うん。114当てるのが全然ありかと思います。もう市場で見ると114がめっちゃ高いんで、今ね、買うと。全部ね、1億ほぼ超えてるんで。なんでね、全然あそこで 4500FV 買うのはありかなと思います。まあ、何度も言うんですけどね、また今後ね、多分進化5確定のパック来るんで、なんでまあそれまで待つのが一番ね、無難かなと、正直思います。まあ、もしね、引いた方いましたら、ぜひコメント欄の方に結果、教えていただけると嬉しいです。なかなかモロッコ引く人はいないと思うんですけど、ぜひね、仲間がいたら教えてください。もし何かに質問とかあればコメント欄や DM によろしくお願いします。ということで今日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。もう